3日酔いぐらいまでは許されるんじゃないかと思います、楽しい夜となんかいいアイデアをいただけたらと思います。それでは乾杯したいと思います。乾杯。乾杯。一生懸命保存してるな、これ。はい、じゃあもう一回。もう一回念のため行きます。フリップ本当面白いんだよもうお酒の魚に最高今回の人事はそういうね酒の魚には最高さっきまで失神してたんですよもうさっきまで失神してたのにねもう今もう話聞けば聞くほど面白くてねワクワクしちゃうあっぱつけて花咲いてるお酒の盛り合わこういうの配線するんでもメタルモールでこう下ろしてください。東京都クオリティ企画の先のほうですか、ね、札幌市札幌市の県内だと思うんだけど次は反対側の方ですね。ああここも濃いな濃いあこれビデオビデオ怪しいもん自分が相口入れ損なうイメージがなかったのどんなところにもこうえっていう感じで何事もなく入ったのどういうことなのか今かにいや最初は恐れ知らずっていうかさやっぱり出て何年目か何でもなでしょ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 なんでなんでこれビフォーはねビフォー
アフター明確なプレスは感じるから俺はね、さっき話してた感じたのはねあのやっぱりこう医師としての世代感覚の違いなのかもしれないし、うん、俺は電子カルテに何を求めたかっていうとあの紙の煩雑な作業が嫌だから電子化したいっていうレベルだったんですよ、ね、だけどやっぱり彼の場合はそういう中で何をなんか資料に生かしてこうかいろんなことをお店だとすることが面倒しんじゃないかなと思ったりとか。というのと、あの本当に電話写真を。お、なんちゃら。フレンチ系がいい。イタリアもそうですよ。イタリアも結構いい。ですけど、実際にマイクネットからデータを取得するウェブサービスというものと、まあ、検査結果をグラフ化するサービスとか、翻訳とかっていうものを組み合わせて、まあ、容易に少ないコード量でウェブアプリを構築しようといった形を目指していく。